どうも皆様こんばんは。パンパンパパンパパンパンパン、はい、ということで、ついについについにバースバイスリープのキーブレードが全部、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、集まりました。これでラストだ、カモン、オーケー、デリシャスタワー来ました。いや大変だった、もう二度とアイス見たくねえってぐらい集めた。しかもこれ何が大変だったって、一キャラだけじゃないんですよ、三キャラ分集めてきました。いやーこれね、三キャラ集めるのは相当大変でしたよ。いやー本当にこれ見て、アイスのクオリティも高いんだけど、もうこれも見飽きたね。三キャラ分やってっから。まあ、いいな、どうも。はい、ということで早速つけましょう。で今日は何がしたいかというとですね、これをつけてラスボスのムービーあるじゃないですか、あれを見てみようかなっていう動画にしたいと思います。まあいつもなら全部集まったらキーブレードを全部装備して、まあ見ながら振っていったり、効果音とかエフェクトのやつをね、見てみんなで見るっていう、なんかこう変な動画作ってるんですよ。でも今回はそれ後回しにして、ちょっとデリシャスタワーを3キャラ分テラ、アクア、ベン3人が持たせて、それで動画編集でうまいことをそれぞれのシーンでこのキーブレードを持っているシーンを作るっていう。言ってることわかる？まあ、編集の力で3人ともこのキーブレードを持たせるってことだね。まあ、ネタ動画だね、どっちかって言ったら。で、まあ、せっかくなんでね、エフェクトとかを見てみようか。おー、すごい！かわいいなぁ。なんか、キャラによってなんかアイスの数が違うみたいなことをちょっと攻略サイトで見かけたんだけど、どうだろうね。まあ、ベントゥスは、巻きぐそソフトクリームがついてて、手のところに。見てこれ！なんか顔みたいになってる一番上がさ、モヒカンみたいになってて、目がついてるように見えん？すげえ、なにこれ？いや、俺だけか。俺だけかな。よーし、ちょっと BGM うるせえけど。やべえ、著作権の力で消されるかもしんねえ。はい。お？音は結構爽快感あるね。あ、なるほどね。このカポーンってやつは、この柱が鳴ってんだ。あ、そういうことか。多分そういうことだね。あ、ペチョッペチョッペチョって感じだね。アイスがペチョッペチョッペチョって。でエフェクトは星かな、これエフェクトは星っぽいね。うん、星っぽいね。白いなんかミルキーな感じの星だね。よし、じゃあこれでラスボスちょっと行ってみっか。多分この動画作るの100倍ぐらい自分が思ってるより大変なんだろうな。はい、まずはテラたちはこの段階では普通のキーブレードなんだよな、デフォルトの。まあそれはベンで操作してるから、ベンのやつしか反映されないってことなんだけど、まあそれを3キャラ分全部このムービー撮っといて、動画編集するときにキーブレードが出るときにそれぞれのシーンを切り替えていくっていう風にしたら、多分うまいことできると思うんだよね。あ、持ってる、やべえ、これは編集するのめちゃめちゃ大変だな。いや、じゃ頑張ってみるか。
どり着くと信じていた。光と闇の壁を越えて私のもとへ。待ちわびたぞ、テラ。俺には友がいる。答えろ、ゼアノート。あいつの心に何をした？心の闇を抜き出してやっただけだ。だが、ベントスの心は耐えられなかったようだがな。ゼアノート！ベントスの全てを奪い、アクアを消せ！お前はベントスもアクアも救える。己の無力に怒るがいい。怒りを力とするのだ。許さんぞ、ゼアノート。我が死、いや我が父エラクセだけでなく、あの二人まで。そうだ、いいぞ、もっとだ。怒りで心を闇に染め上げろ。アクア。やめろ。じゃあ最後にバニダスってシュールだな。バニダス倒しておろっか。いやこれ本当に全然印象変わっちゃうね。これどうだったっけな、どうだったっけな、どれぐらいくるかな。あーダメージ入んないか。あー意外とダメージ入んねえな。待て待て、オッケー、これ多分死ぬっしょ。めっちゃ食らうじゃん。あーもうちょい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 、もうこれしかやらないからね。おい楽勝ということで皆様、お疲れ様でした。今一度完全なるキーブレードの誕生を。俺はお前を倒し、キーブレードを破壊する。キーブレードは俺とお前の心からできている。こいつを砕けばお前の心も消えるぞ。それでも構わない。テラとアクアを救えるのだ。またお友達のためってやつ、お前には分からないだろ。友達が、守る者がいるから強くなれる。繋がる心が俺の力だ。全て失う。終わりに。光よ。待てた。こうしてアイスクリームをこよなく愛すキーブレード使いたちによってバースバイスリープの幕は閉じられたのである。